日本人なんて野蛮な人種よ。こんにちは。皆さんは海外旅行はお好きですか？今回は世界で話題となっているあるイギリス人女性のエピソードをご紹介します。実はイギリスでは日本人のマナーが悪いと言われていることをご存知でしょうか？日本で生活している皆さんからすれば信じられないと思う人もいるでしょう。しかしこれにはあるわけがあったんです。今回のエピソードは、ある観光客の迷惑行為で、日本人夫婦がとんでもない誤解を受けそうになったようです。一体イギリスで何が起きたのでしょうか。それでは早速見ていきましょう。日本人になりすますアジア人。こんにちは。私の名前はアイラ、イギリス人よ。私は小さい頃からイギリスのリバプールで自分のお店を開くことが夢だったの。今ではその夢を叶えて小さな雑貨屋を営んでいるのよ。みんな知っているように、このリバプールは世界的ロックバンドのビートルズが誕生したロマンあふれる素敵なところなの。だから世界中からたくさんのビートルズファンが集まっているのよ。中にはビートルズが大好きすぎて引っ越してきた人もいるんだって。それにこのリバプールは伝統のあるサッカーチーム、レッズのリバプールも有名よね。このリバプールは私たちイギリス人の誇りであってとても大切な宝物なの。自分が暮らしている土地をこんなに愛するのはイギリス人だけかもね。リバプールは観光地以外にもたくさんの若者が世界からやってくるの。ほとんどはサッカーが目的だったりビートルズを目的にしているみたいね。日帰りだと回りきれないから簡易的な宿の B&B に泊まって時間を調節している人も多いみたい。寝る間を惜しんで名所をたくさん回ったりレア物を発見したりする個性的な外国人観光客も多いのよね。それ自体は私も嬉しいし全然いいんだけどね。一昔前までは欧米人や日本人でにぎわっていたリバプールだけど、近年はなんというか傍若無人なアジア系の観光客が急激に増えたの。でもアジア人って言ってもどこの国かまでは把握していないのよ。だってアジア人って顔が結構似ているから見分けのつけ方が難しいのよね。アジア人は買い物をたくさんしてくれるし、それでイギリスの経済も潤うから来てくれること自体はとても嬉しいのよ。来るだけなら全然大歓迎だけどね、来てからが問題なのよ。リバプールに来るアジア人はマナーがとにかく悪いのよね。私たちは英国の文化、伝統、この土地で暮らしてきた人たちが昔から大切にしているものをこれからもきれいに保っていきたいって思いが強いんだけど、彼らはそんなのお構いなし。すぐに街を汚すし、集団で道を塞ぎながら歩いていくわ。そんな野蛮なアジア人が店に来ると、私はため息しか出ないのよね。私はこんな人たちのためにお店を経営しているのかって馬鹿らしくさえ感じるの。ついこの前もアジア人の集団客が来たんだけどね。勝手に自撮り棒で店内や商品、私の写真を撮ろうとしたの。すかさず私は、ここは撮影禁止ですっていう紙を見せると、いきなり大声で発狂しだしたのよ。言葉がわからないから、なんて言ってるかはわからなかったわ。そこで私が黙り込むと、彼らは私が了承したと勘違いして写真を撮り出したわ。そうそう、私のお店は衣類を袋に入れて販売しているんだけど、それも勝手に開けて試着しだすのよ。服の感じがわかるようにサンプルを出しているんだから、そっちを見ればいいのに。それだけならまだしも、ファンデーションがついて汚れてしまったのよ。こうなった商品は他のお客様には売れないでしょ。だから英語で、勝手に商品の袋を開けないで、サンプルを出しているでしょ。汚した以上、買い取ってもらいますって言ったら、絶対に通じている反応なのに、笑いながらさっさと店を出て行ったわ。この時私のおばが手伝いに来てくれていたんだけど、この様子を見て、昔は良かったわね。外国人観光客はみんな今より静かで丁寧だったもの、と愚痴をこぼしていたわ。日本人の観光客が多かった時はね、リバプールを愛してくれていることがよく伝わってきたわ。彼らは静かに観光名所を回っていたし、記念撮影だって人に迷惑をかけるようなことは決してなかった。それに商品を手に取るときは絶対に店主に確認するのよ。見てもいいですかってね。
へえ、昔はそんなに平和だったのね。それが今じゃこの有様よ。昔は平和だったかもしれないけど、この現状を見ると到底信じられないわね。今日もせっかく仕入れたクリスタルの置物を割られてしまってすごく悲しかったの。相手は金を払えばいいんだろってお金を投げつけて出て行ったわ。私たちのような店主がどんな気持ちで商品を選んで迎え入れているのかって考えないんでしょうね。とても素敵な置物だったのよ。私は割れた置物を片付けながら思わず涙をこぼしてしまった。確かにアジア人観光客はたくさん買い物をしてくれるし、実際に売り上げも上がっている。でもね、彼らが来ると常連さんや他のお客さんはお店に入れないの。常連さんが先に店内に来ていても、アジア人たちが入ってくるとまた来るわってそそくさと出て行ってしまうのよ。私は売り上げこそ上がったものの、なんだかとても大切なものを毎日そぎ落とされているように感じているわ。そんなことを考えていると、お店の扉が開く音がした。ふと見るとアジア人のカップルが立っていたの。男性がまだ開いていますかと英語で声をかけてきたわ。おばは大丈夫ですよと答えたから、二人は静かに店内に入ってきたの。私は内心、なんで入れるのよなんて思いながら二人を見ていたわ。だけどこの二人、他のアジア人とは少し違うのよ。商品を静かに見ているし、しっかり見たいときは手に取ってもいいですかって聞いてきたの。私はそっとおばに、ねえ、あの人たちもアジア人よね。とても静かだし、すごく謙虚じゃないって言うと、おばは、やっと気づいたのって笑っていたわ。私はもしかしてと思って二人にこう聞いたの。もしかして日本人ですかってね。すると女性が、そうなんです。福岡というところからやってきました。と答えてくれたの。続けて、私たちはリバプールが大好きで新婚旅行でやってきたんですと、少し照れくさそうに教えてくれたわ。英語もとても綺麗で話し方も上品なのよ。私はキュートで素敵な二人が一瞬にして大好きになったわ。二人ともビートルズが大好きで、それをきっかけに知り合って結婚したんですって。なんてロマンチックなの。歌詞の意味をちゃんと知りたくて英語も勉強したんですって。正しい発音で歌いたいし楽しみたいからって。私はひどいアジア人しか知らなかったから、あまりの違いに心底驚いたわ。彼らは今 B&B じゃなくてホテルに宿泊しているんだって。せっかくの新婚旅行だものね。リバプールを心置きなく楽しみたいから、今回の旅行ではずっとリバプールに滞在しているらしいわ。そこでおばが、私の母が経営しているお店にもぜひ顔を出してって声をかけてくれたの。こんなにリバプールを愛してくれる日本人がいるなんて、なんだかとっても嬉しかったし、誇らしい気持ちになったわ。買い物の商品の説明をしっかり聞いてくれるの。私がいろんな思いを込めて仕入れをしていることを分かってくれているようだったわ。彼らは少し高価な雑貨を大切そうに一つずつ購入してくれた。これもなんだか嬉しかったわね。多くのアジア人はたくさんの商品を一気に買うんだけど、なんだか粗末に扱われている気がしたのよ。経営者としては嬉しいはずなんだけど、私は心を込めて商売をしているから適当に済ませたくないのよ。二人が帰った後、私はとても温かい気持ちで母のお店の手伝いへ向かったわ。母もお店を経営していてね、うちの店舗の向かいにあるのよ。母のお店は昼間はカフェで夜はバーになるの。ここではコーヒーやお酒はもちろん簡単な軽食が食べられるのよ。普段は結構静かなんだけど、なんだか今日は騒がしいわ。中に入ると先に行っていたおばと母がなんだか揉めていたの。普段は二人ともとても仲がいいのよ。だから私は驚きながら一体何があったのかと話を聞いたの。一体どうしたのよ。そんなに大声で喧嘩してたらお客さんもびっくりしちゃうじゃない。すると母は大激怒しながらこう言ったわ。聞いてちょうだい。最近日本人の観光客が食事に来ては店の中をめちゃくちゃにして帰るのよ。それなのに妹が変なこと言うし。私はただ事実を話しただけよ。待って待って。とりあえずママの話を聞くわ。何があったの？お酒も料理も大量に注文してくるのよ。
このお店は私一人だけで経営してるって目に見えてわかるのに、それに食べ方も汚いの。ゴミも床に撒き散らすし、大声でワイワイやってるし、もううんざり。それで他のお客さんに迷惑だから、もう少し静かにしてくれって言ったら、わざと大声で話すのよ。それは災難だったわね。せっかくビートルズの曲を流していたのに、彼らの騒音のせいで台無しよ。母の店も常連さんたちが来ていても、最近はアジア人が来るとすぐに出て行ってしまうそう。昨夜もかなりマナーが悪いアジア人が来たらしくて、俺たちは日本人なんだぞ、偉いんだぞと偉そうに叫んでいたらしいの。そんな時におばがついさっき会った日本人カップルの話をしたんだって。すると母は、そんなことあるはずがないって口論になったらしいの。まあタイミングが悪かったわね。だけど私は一つ疑問だったの。ねえママ、昨日日本人だと言ってきたアジア人は本当に日本人だったの？彼らって顔が似ているから区別がつきにくいじゃない？パスポートって見た？そんなの見ていないわ。だって本人がそう言ってるんだから日本人じゃないの？でもそれって私たちが日本へ行って暴れまくった後に、私たちはフランス人ですってパスポートも見せずに行ってるのと同じじゃない？確かにね。ヨーロッパの人たちは同じヨーロッパ人なら大体どこら辺の人だってわかるじゃない？でもアジア人は私たちからすれば区別がつかないもの。彼らが日本人でも韓国人でも見ただけで区別はつかないわ。そう言うと母は黙り込んだ。母の話を聞いて私は彼らがわざと迷惑行為をしているって感じたし、日本人へ嫌がらせするためになりすます国の人もいるんじゃないかって考えたの。だって聞いてもいないのに自分たちは日本人だって自己申告、普通はしないじゃない？だけど母は不満そうに、でもそんな素敵な日本人がいるなんて信じられない、嘘よってつぶやいていたわ。相当しんどい思いをしたのね。私も今朝までは母と同じ考えだったし、気持ちが痛いほどわかったわ。だけど素敵な人たちだっているのよ。そんなことを考えていると静かに店の扉が開いたの。二人入れますか？目をやるとさっき私のお店に来てくれた日本人のカップルだった。来てくれたんですね、嬉しい。ゆっくりしていってね。私たちがそう言うと男性が早速来ちゃいました。とても美味しいって聞いていたんで気になってと照れくさそうに笑っていたわ。だけど当の母は二人を見定めるかのようにじっと見ていた。ねえママ、この二人がさっき話していた日本人カップルなの。二人が昨日の悪質なアジア人と同じに見える？もしそう見えているなら、ママは店主として失格よ。人を見る目がないわ。そう言うと店内にいた常連さんが大笑いをしていた。常連さんたちも全然雰囲気が違うじゃないか。彼らは明らかに優しい日本人だよ。と援護してくれた。だけど母は納得していないよう。私は事の経緯を二人に話したの。二人ともすごく戸惑っていたからね。すると男性は、パスポートを確認することはできましたかと聞いてきた。私が、それが見ていないの。ただ、自分で日本人だって言ってきたらしいのよ。と話すと、彼らはこう言ったわ。私たちから言われても信じられないかもしれませんけど、多くの日本人は聞かれないと自己申告はしないんですよね。最近はわざと日本人を名乗って迷惑行為をする人もいるって聞くから。でもそれだけ嫌な思いをしたんですよね。ごめんなさい、僕たち帰りますね。そう言って二人とも席を立ったの。日本人のせいでお母さんにはとても悲しい思いをさせてしまってごめんなさい。僕たちにとってこのリバプールは聖地なんです。僕たちがどれだけ楽しくても現地の人たちを悲しませるわけにはいかないから、代わりに謝らせてください。そう言って二人が店を出ようとすると、三人組のアジア人男性たちが入ってきたわ。母があの人たちよと言っていた。店に入るなり、俺たちは日本人だと英語で話しかけてきたわ。すると日本人カップルが日本語で、こんにちは、私たちも日本人ですと言ったの。そしたら三人は顔を見合わせてブツブツ言いながら店を出て行ったわ。やっぱりなりすましでした。韓国語を話していましたよ。彼らは簡単な日本語はわかるみたいですね。私はふとママの方を見ると安心したような顔をしていたわ。それだけあの3人に嫌な思いをさせられたのね。
それに二人は冤罪をかけられていたのにもかかわらず、日本人じゃなくてよかったと笑顔で店を出ようとしていたの。そこで私は二人が新婚旅行でリバプールへ来たことを母に話したの。するとママはこう言ったわ。さっきはひどい態度をとってごめんなさい。助けてくれて本当にありがとう。もしよかったらまたお店へ来てくれませんか。そう言うと二人は喜んでと受け入れてくれたわ。明日のランチにお邪魔していいですか。もちろんお待ちしていますね。母もなんだか嬉しそう。そして翌日、約束通り二人はランチに来てくれたわ。ママの料理を食べて美味しいって目を輝かせていた。これは昨日のお礼です。そう言ってママはシフォンケーキを出したの。ママのシフォンケーキは最高に美味しいのよ。やるじゃない。そして改めてママは二人に謝罪したわ。リバプールはサッカーも盛んでしょ。よく日本チームのサポーターを見ていたけど、みんな気遣いがあって素晴らしいのよね。そのことをすっかり忘れていたわ。アジア人だからって何でも決めつけちゃダメよね。私も人を見る目を磨かないと。本当にごめんなさい。そう言うと彼らは、とんでもないです。こちらこそとても素敵な新婚旅行の思い出ができました。本当にありがとうございますと笑顔で返してくれたわ。ママの日本人に対する気持ちが変わったみたいで本当に嬉しいわ。以上がアイラさんのエピソードになります。今回のアイラさんのエピソードに海外では様々なコメントが挙げられていました。今回はその一部を抜粋してご紹介します。海外の反応。僕は日本人かそうでないか区別がすぐつくよ。姿勢や話し方、マナーを見ていたらすぐわかる。でも見慣れていないと難しいのかもね。日本人は散らかさないし食事のマナーも徹底しているわ。飲食店に来たら食器をまとめてくれるし、テーブルもきれいに拭き上げてくれるもの。なりすましをするバカってどこにでもいるんだね。てか韓国人が日本人の真似するなんて無理にも程があるって。本当迷惑な話よね。マナーが悪い客って大体どこの国から来ているか想像つく。大方 K 国 C 国あたりが多いね。え、偏見だって？事実だろ。以上となります。海外に旅行するということは、自分たちは自分の国の代表として見られるという側面もあります。人として最低限のマナーを持っていてほしいですね。なりすましなんてしても、結局バレたら自分の国の名前に傷がつくだけなんですから。いかがでしたか？ぜひ皆さんの感想をコメント欄でお聞かせください。この動画が少しでも面白いと感じたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。